はい、今回もノクさんの動画について返信動画をさせていただきます。今回はね、28歳で無職の、まあ、本当普通の男性がですね、こうトークをしているっていうことなんですけども、まあ、私もちょっとリンク先行かせてもらいましたけども、ちょっとトークはね、すいません、10秒ぐらいで私もちょっと閉じてしまったんですよ。ただね、チャンネル登録者数の方がもちろん私よりも多いですし、2万人以上いらっしゃってですね、あ、これはすごく人の共感とか興味を呼んでるんだなと思います。ただね、勘違いしていただきたくないことがこれからお話しすることになります。かなり重要になっていきます。この方が共感を呼んでチャンネル登録者数ね、2万人を超えて、でノックさんですとかね、私が目にするようになったのは、これ確かなんですよ。でもですね、こういうふうなスタイルの方の、例えばね、1000人のうち999人は知られることもなく、再生されることもなく、同じような28歳で平凡な方で無職なのに、もうね、チャンネル登録10人もいかずに消えていってるっていうことがなかなか見えてこないんですよね。で、当然ですよね。だって消えていく人のことって気づけないんで、この28歳の方だけが出てきてんのかな、すごいなって思っちゃうんですよ。違うんですよ。この方がね、出てきたのはある意味たまたまなんですよ。たまたまこの人が選ばれたんだけども、同じような発信をするほとんどの人はいらないっていうふうな淘汰に遭うわけなんですよね。で、まあ、はばかりながら私のこともね、ちょっとお話しさせていただきますけども、私と同じようなスタイルでスタートした方っていうのは、それこそね、1000人に近いレベルでいたんですよ。ネットビジネス、地方でやる、それからまあ、アフィリエイトをやったりね、転売をやったりして、実績を積んでいく有名な方とコラボをする、これを繰り返していった方のうちの、ほとんどの方は消えたんですよ。で、私はね、自分から見ても、消えた方の中のほとんどの人の方が私よりも、力が上だったんじゃないかなと思ってるんですよね。で、ちゃんと継続もしてたし、動画をね、きちんと作ってたし、いろんなテーマに取り組んでいたんですよ。で、チャンネル登録も、まあ、はっきり言って私の方がまだ下回っていた時の方が多かったです。でも、なんでかわかんないんですけども、運なんでしょうね。例えば、同じようなテーマの動画を撮るにしても、どんな顔で、どんな声で、どんな背景で、どのタイミングでっていうのが、結構ね、大事なんじゃないかなと思うんですよね。で、ちょっとね、動画のまとめに入りましたけども、ある一人の人が浮かび上がってきた、その背景では、千人の人が知られずに消えていってるっていうことを、私はいつも意識するんですよ。うん、まあ、私のようなスタイルで動画を出していても、多分ね、私はたまたま残ったんですよね。いろんな方に支持されて。でも明らかに私と同じ、もしくは私よりもレベルが上なことをやって、私よりも動画の本数が多いのに消えていってるっていう事実もあるんですよ。これはだから私はね、本当その辺はたまたまだと思うんですよね。で、さらにまとめさせていただきますけども、私はね、結果を出すのには3つの要素があると思います。まずは素養です。素養ってのは持って生まれたもの、私が男性であることとか、ちょっと背がね、180センチになったこととか、それから、まあ、いつも前向きで強気であることとかねそれからまあ自己否定論を自分で強く持っていることとか、これも先天性のものなんですよ。で、それに対して素養に対してまあ努力ってものができるわけですよね。努力ってのは私の場合はあんまり努力してないんですけども、まあ眠くても放送するとかね、次の日が忙しくてもやるとか、こういったところが努力なのかなと思いますね。で、3つ目、これがねすごいんですよ。これ3つ目の要素って運なんですよ。運っていうのがやっぱり、なんかあるんでしょうね、きっと。例えば私がこうやって動画を撮っていても、カメラが急に壊れましたっていうふうな運の悪さは持ってないわけなんですよ。まあカメラが壊れるっていう人はあんまりいないかもしれませんけども、例えば私がね、今家族が寝静まった後にこういう時間が撮れるとか、それから私がネットビジネスを始めた頃は独身であったとかね、やっぱりそういうふうな家庭持ちでネットビジネスを始めるっていうのも多分ね、そのタイミングとか運っていう要素があると思いますしね、まあいろいろですね。うん。まあということなんで、本当にね、この28歳の方が、28歳で無職だから目立ったというよりも、同じようなことをやってる人はたくさんいる中でこの人が残ったんで、この人だけがそうやってうまくいってるのかなっていうふうに見えちゃうのかなと思うんですよね。いやいや、同じことやってきて、誰にも知られずに消えていった方の方が本当多いですよ。ということなんで、油断せずにいかないといけないなと思うばかりでございます。ありがとうございました。